あなた様が分かっておられないと。そうではないわ。あなたのことは、ただ修道院に来て学び屋で他の者と共に学ぶあなたを見ていると、そういう未来もあったのかもしれない。確かにそういう子の弱いで言うのもなんです。ですが修道院で過ごすこの時間も、そう、それは私もきっと同じね。ですが、そのエーデルガルト様と道を同じくするということが私には何より大事なのでね。ならば何も言わないわ。あなたにも私の進む道を歩んでもらう。私の道は血にまみれた道、時に人を狂わせ未来を奪い命すら顧みぬ道。すでに私の足元には血だまりが広がっているのだから。これから先誰かに血を流させる役目はこの私にお任せいただきたいものですが、上に立つ者の手は可能な限り綺麗に見せねばなりません。派手に血を流させ彩って見せますよ。あなた様が歩む深紅の花道を。やあ、エーデルガルトさん、何か探し物ですかね。ええ、探し物よ。また講義に出るのを怠ったリンハルトという人を探しているの。そうですか、無事に見つかってよかった。それで他に用は？怠慢を注意される以外の用が思い当たるのかしら。僕の考える紋章についての推論を聞きたくなったのかと思いましたよ。実はセイロス教の伝承における紋章の成立過程に定説と異なる可能性が。待って、それを聞くと私にとっていいことがある？もちろんですよ。なら聞かせて。いや待って、そのいいことというのは何？楽しめません。それだけ？それ以外に何が必要なんですかね。紋章の研究ですよ。あなた自分にどれほど才能があると思っているの？素晴らしい研究者になれるわ。紋章の力を世の役に立てるとか、魔道の分野で新たな発見をするとか。なんでまたそんな面倒なことを僕がしなきゃならないんだ。僕は自分のために研究してるんだし、それがどう使われるかまでは考えませんよ。使い道があればいいのだけれどね。きっとありますって。それじゃ。待ちなさい。ならどんな使い道があるのか私に説明してから言って。なんだかよくわからない芸術品だって喜んで買って飾る人がいるんだから、僕の研究だってきっと素晴らしい子守歌になって世の子供たちに届きますよ。子守歌？いけない、次の予定が。いい、次はないから気をつけなさい。もちろん分かってますよ。それじゃ失礼。ベルナデッタ。あの、恐れなくなるようにと私と行動を共にする努力は買うわ。買うけれど。ああ、やっぱりベルナって邪魔だって言うんですよね。そうです、私邪魔者ですから。もうダメなんです。ベルナデッタ。それよベルナデッタ、人の話を聞かないわよねあなた。それでは努力も水泡に帰してしまう。一
人の話は最後まで聞くようにして。聞いている？はい。なぜ何も言わないの？話は最後まで聞くようにと。ああ、もう話はおしまいですか？ええ、そうよ。じゃあもう叫んでも大丈夫ですかね？ええ、なるべくならうるさくはしないで。はい、それじゃあ小さめに叫びますね。あれ、なんで私騒いでたんでしたっけ？叫ぶ必要もなくなりましたね。なんか得した気分だな。あなたに悪気がないのはわかる。わかっているのだけれど。あ、嫌な予感がします。私部屋に戻りますね。待ちなさい。話は終わっていなかったわ。だからうむ、この考えを披露すればエーデルガルトを出し抜けるかも。フェルディナント殿はまたそれですか？おお、ヒューベルトか。気配を消して話しかけないでくれたまえ。よからぬことを企んでいるから私に気づけないのではないですか？よからぬことなどとんでもない。私には重要なことだ。ほう、エーデルガルト様をやり込めるのは、それはまた随分とくだらない重大事ですな。いくらでも他にすることがあるというのに、貴族の中の貴族が聞いて呆れますよ。ふん、君のような貴族よりは健全さ。口を開けばいつもエーデルガルト様。君には主体性というものがないのか。ただ主に尻尾を振り、主に意を唱えず、主の後をついて回り、主に心を砕くばかり。私を非難する前に己の生き方をどうにかすべきではないかね。ほう、ただの戯言も貴殿が口にするといつもの何倍も耳障りになりますな。何度も言いますが、我が主は皇女殿下で、貴殿は宰相の子息に過ぎない。分かっていると。しかし上の者をいさめ道を正さんとするのは下の者の務めだ。私はいつだってその心構えでいるし、そのために彼女よりも優れた考え、優れた方法を探しているのだ。その行いをくだらないと断ずるとは、君の従者としての器も底が知れるな。貴殿の舌はまるで水車のようにペラペラと回りますな。そしてただ上から下へ流れていく上っ面のゴンゲのような男ですよ。これ以上の話は無意味だ。私は引き上げさせてもらいましょう。こちらこそ、君と話すことは何もない。さっさと言ってくれ。先生って、あら、ありがとうございます。幸せですね。
私。違うでしょ。なんだか幸せですね。違うでしょ。へえ、そっか。そんな香り、いいお茶でした。